渡辺夫婦の二人ごとは、結婚5年目29歳のクリエイター夫婦が自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしをゆるくお話しするチャンネルです。今回もね、皆さんからいただいたお便りお答えしていきます。前半はお悩み相談でして、後半はまあご質問というか、まあ、相談ですね。はい、ちょっと、毛色の違うご相談なんですけれども、合計ね4つぐらいご紹介したいと思います。毛色が違うっていうのは、まあ、前半はこの悩みですね、まあタイトルにもしてるんですけど、全ての悩みは自分の受け止め方次第ということで、まあ、とあるお悩みにお答えしていきたいんですけど、まあやっぱね、なんか悩み相談をずっと2年ぐらいね、2年近く受けて思うのが、やっぱ悩みっていうのは自分の受け止め方次第で何とでもなるなっていうのがすごくね感じるところなんですよ。確かにね、なんか悩みってこう、例えば誰々がどうやとか、自分の環境がどうやとかいう悩みがあった時に、確かにね、その相手誰々が憎いとかね、誰々が辛い、誰々との関わりが辛い、自分の置かれている環境が辛いとかね、あって、その環境とかは変わらなくても、自分の受け止め方、自分の考え方次第で、まあ、すごく気持ちが楽になったり、そもそも悩み自体なくなったりとかね、それぐらいの、効果があるなと思って、まあ、他人をね、思い通りに、自分の思い通りに変えようとしたり、自分の置かれている環境を変えようとするのって結構難しかったり、パワーがいるね、こと、あるいはもう変わるのってなかなか難しい、変えようがないことだってあると思うんですけど、自分の考え方っていくらでも変えれるんで、まあ、今回はね、なんかこのお便りいただいたものを、まあ例にさせてもらいつつ、そういうこともね話そうかなと、まあ、僕がどういうふうにお悩み相談に向き合ってるかみたいなことも、お話しできればなと思ってます。で、後半は、まあ、僕ら不動産投資、不動産事業をやってるんですけど、まあ、それに関わるねお便りいただいてますので、後半は不動産の話題ということでいきたいと思います。鍋友ネームクジラさん、こんにちは。こんにちは。メンバーになってから一層配信を楽しみにしています。実は年末に渡辺夫婦のお二人とお出かけする夢を見て、これはと思いメンバーになりました。すごく優しくしていただきました。たまにね、あの渡辺夫婦が夢に出てきましたっていう報告をいただくんですけど、どんな感じで出てきたのかな、まあ、お出かけしたということなんですけど、もうなんかね、夢の中で失礼してないかすごい不安なんですよ、いつも夢の中出てきたってね。まあまあ、ありがとうございます。メンバーにもねなっていただいて、はい。で、今日は相談があって、久々のレターをお送りします。3月で付き合って1年になる彼氏が効率をすごく重視するタイプの人です。目標を立てて、例えば何時からは読書と決めたら、それをきちんと守っています。尊敬できる一面ではあるのですが、たまにすごく寂しく感じてしまいます。例えば電話をしている時、読書の時間になると彼氏は話もそこそこに切り出そうにするなどです。私も邪魔はせず、むしろ応援したいのですが、寂しさに勝てないことが多くなってきて悩んでいます。直してほしいというよりは、私が変わらないといけないところだとも感じています。私にも目標はあるのですが、彼氏ほどストイックではないため、理解できていない面もあるのだと思います。すっと気持ちを切り替えるコツや、ストイックを理解する実践するコツがあればアドバイスいただけたら嬉しいです。クジラさん、レターありがとうございます。まあ、こういうねお悩み、届きました。付き合って1年になる彼氏と、まあなんていうかな、そのコミュニケーションのやり方っていうのかな、まあ、彼氏はもう何時から、読書って決めたらそれを守りたい、でもクジラさんは、まあ、読書の時間はあるけども、もうちょっとお話ししたいなとか、今話弾んでるから読書の時間来たけど、もうちょっと話したいなっていうのがあったりして、モヤモヤされてるっていう感じですね。こういう相談を友達にされたら、皆さんは、あなたはどう考えますかね。いや、実は彼氏とこういうことあって、って効率すごく重視するタイプの人でさって、僕はね、結構そのお便りのお悩み相談来た時は、なんか友達に、なあちょっと聞いてみたいな感じで、あのフランクにね、あの聞かれたと。自分の、まあ、面識はね皆さんとないですけど、あのまあ本場のリアルのね友達と、なんか遊びに行ったりカフェでお茶してる時に、ちょっと彼氏のことなんやけどさって、友達に聞かれたっていう感じで捉えてます、いつも。
うん、できるだけそういう風にしてますかね。やっぱね、うん、このレターって文字だけしか情報ないし、まあ文字数も限られてて、なんていうかな、やっぱこう僕もまあ日々というかもう毎日何通もレター届いてる中で、こう、あ、これ今回の放送で読み上げさせてもらおうとかって、こういろいろねピックアップさせてもらってるんですけど、なんか油断してるとなんかただの文字に見えてしまう時もあって、でもそうじゃなくてレターを送ってる人のその文字、届いた文字文章の裏側には生身の人間がいて、で生身の人間がほんまのリアルのなんか悩みとか考えとかがあって、なんとか送ろうで、しかもレター送るのって結構勇気いると思うんですよ。なんだかんだ言ってね、この匿名で送れるって言っても、まあそのいつも聞いてるチャンネルにね何かこう投稿するって勇気いるし、自分の悩みとか、なんか思ってることを、文章で伝えるって結構難しいと思うんですけど、まあ、そのね、心理的なハードルというか、まあ、勇気振り絞って書いてもらってるっていうのを、まあ、忘れないようにしようっていうのはいつも思ってます。まあ、だからなんかこうお手紙をね読み上げてはいるんですけど、まあ実際目の前か隣にその人が座ってて、なあちょっと聞いてやっていうふうに、まあ友達に聞かれたというのをちょっと頭でイメージしてね、ってすると、なんやろな、そのお便りに対する見方もね結構変わってくるというか、それどういうことってちょっと興味がね出たりとか、なんかこうパッとなんとなく思ったとしても、そのね聞いてる人が自分の大切な人とか仲良くしてる友達やったとしたら、あ、もっと言い方こういう風に言うかなとか、こういうこと気をつけて、回答とかもね考えるかなっていう、まあワンクッション置けるというかね、まあそういう風にね考えます。で、ちょっと前置きがなくなっちゃったんですけど、どうしますかね、友達にこういうことを聞かれたら。クジラさんもねご自身で、私も邪魔せずむしろ応援したい、そして直してほしい、彼氏に直してほしいというよりは私が変わらないといけないところだとも感じてますって書かれてる通り、今回のねお悩みもまさにそうだと思うんですよ。彼氏にこうしてほしい、私が望む、振る舞いをしてほしい、例えばもうちょっと話そうよって言ったら読書のね時間になっても延長して電話してほしいってます。彼氏がねそうなってくれたらいいですけど、でも彼氏は彼氏でやっぱり自分の考えがあるし、読書したい、勉強したい、どっか出かけたい、家の片付けしたいとか、なんか予定がね自分の中であって、それは守りたいタイプの人なんやったら、なおさらそれをじゃあ変えさせるっていうのはまあ結構難しい。逆の立場やったらやっぱ難しいなって思うと思うんですよ。自分がこういう生活習慣がある、でも友達とか彼女とか彼氏にもっとこれこうしてって言われて、それを直すって、もうこうしてって言われるのもえって感じやと思うし、実際それをなんか直す、強制する、今までと自分と違うその生活習慣にやってくっていうのは、まあ時間もかかるし難しいし、モチベーションもね、あの変えようって真剣にね思わないとなかなか変えられへんやろしっていう、なんか難しさはあると思うんですよ。だから相手を変えようとする、自分の思う通りに相手、まあ変わってくれたらいいんですけど、まあ、なかなか変わってくれないことが多い。だからこそ自分の考え方とか、受け止め方を変えてみる。変えるっていうのはまるっきり変えるのも一つやし、ちょっと見方をなんかこう変える、角度をちょっと変えるっていう、それだけでもだいぶ気持ちが楽になったり、相手のことが理解できるようになったりするんで、まずは自分がどうこの悩みに対して考え方変えれるかな、こう、うわ彼氏と話したい、でも話してくれない、切り出そうにしてる、もやもや私のこと大切じゃないのかなって考え出すと、ぐーっとね視野が狭くなるんですけど、ちょっと広げてみる。彼氏はどういう気持ちなんかなとか、私たちの関係を第三者から見たらどう映るのかなとかね、そういう風にね見方を変えてみると、意外とねなんかこうパッと、あ、こうやんっていう答えが見つかったりとかもねします。だからこういう風に、まあ、僕らの番組をね使ってもらって、こうレターとか書くっていうのはすごいおすすめですね。
なんかな、自分の悩みを自分の頭の中だけで考えてたらぐる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 同じことを考えて、こうモヤモヤが深まるだけだと思うんですよ。でもこうレターっていう形でね、文章にするわけですよ。でこう見ず知らずのというか、この状況をね全く知らない渡辺夫婦に、私の悩みを聞いてほしい、私の悩みの状況がどんなもんか理解してほしいって言って、まあこのクジラさんも、私は付き合って1年になる彼氏がいて、彼氏はこういう人で、私はこういう人で、でこういうことがあって、こういう時にモヤモヤしてます、でその時に私はこうね、応援したいと思ってるけどモヤモヤしてっていう、この状況をね詳しく書いていただいてるじゃないですか。多分これめちゃくちゃ頭の整理になったと思うんですよね。だからもしかしたらレター書いた時点で解決しちゃうかもしれんしっていう、ほんまね頭の中で考えててもめちゃくちゃモヤモヤするし、だからこう紙に書くとか、まあ、レターに書くとか、なんかこう頭の中から出してあげるっていう、それだけで、まあ、結構状況を客観的にね見れて、あなんやこういうことかとか、あ自分悩みがなんか解決不能な悩みに悩まされてると思ってたけど、意外とこれでいいやんっていうのがね見つかったりします。まあ、だから何かあったらね、このお便りもぜひ送ってください。で僕のねこう取り上げさせてもらえたら、こうやって話することによって自分の悩みがねこう人の口から聞けて、それでなんか自分のこともまた改めて見直したりもできるやろうし、まあ、僕の回答とかこの鍋友さんのねコメントを見て、またそれであこういう見方もあるんかって思えたりすると思うし、まあ、だからまた話がずれてしまったんですけど、まあそうやってこう紙に書いたりね、レター送ったりするっていう、客観的にね自分を見直すきっかけとして、まあ頭の中から悩みを出してあげるっていうのはすごい有効な方法かなって思います。で、お便り戻ります。悩みはね、だから彼氏さんが効率すごく重視するタイプで、もうスケジュールとかもしっかり立ててね、それに従って行動していると。で、電話夜してる時に、あそろそろ夜10時やなと。で10時からはね彼氏、例えば読書、寝る前10時から読書1時間するって決めてる人で、うわもう10時になった、あそろそろ10時やなって言って切れたそうにして、それが寂しいっていうね。確かに寂しいとは思うんですよ。んもうちょっとお話ししたいな、せっかく今話弾んでんのに10時になったからって、んーなんかもうそろそろええかみたいな感じの雰囲気出されるのも寂しいなっていう気持ちはすごくわかるし、その気持ち自身はその自然なことだと思うんですよ。だからそう感じてしまうっていうのはもう全然なんていうかな、負い目というか引け目を感じることもなく、まあ自然なことだと思います。でこれと彼氏さんのね立場になって考えてみたら、とある発見をしまして、これ彼氏さん全く矛盾してないんですよ。行動、彼氏さんはめちゃくちゃ筋が通ってると思いました。まあ、このお便りには書かれてないんですけど、まあ読書以外でもね多分いろんなこと時間決めたりとか、今日はこれやる、月曜はこれする、火曜はこれする、火曜の夜は読書とかね、まあ掃除とかわかんないですけど、いろいろ決めてると思うんですよ。で逆に言うと多分電話の時間とかも結構決まってるんじゃないですかね。なんとなく電話して今暇みたいな感じで四六時中電話してるっていうよりは、まあわかんないですけど、例えば週末は会う、でも平日は会うの忙しいから、水曜の夜は喋ろうとか、まあ、週 2,3 回ぐらいは電話しようとか、わかんないですけど、なんかそれなりにこの電話タイムもなんか予定決まってるんちゃうかなと思って、であれば多分じゃあ夜の9時から10時まで電話しようねとかってなってて、でじゃあ10時から読書やから9時から10時までねみたいな。だからどういうことかっていうと、彼氏さんはちゃんと電話の時間決めて、それに従ってちゃんと電話して、で読書の時間になったら読書したいっていう、もうそれだけ、それだけだと思うんですよ。だから電話がめんどくさいとか喋るのが嫌とかそういうわけじゃなくて、電話の時間はちゃんと電話を楽しんでる。で時間が終わったから自分のやりたいこと、読書とか、まあ、勉強とかいろいろあると思うんですけど、そういうことに、次はエネルギーを注ぎたいっていう、もうほんまにねなんかシンプルにそれだけかなって思って、だからクジラさんにねなんかおすすめしたいというか、こういうのはどうですかってちょっとね投げかけてみたいなって思ったのは、電話をしてる時にじゃあ夜の10時超えて読書の時間になりましたと、例えばね、で、彼氏さんが、そろそろ10時やなとか、
ああそうやな、それは面白かったな、まあ、まあまた明日なみたいな感じでこうちょっと切れたそうにね、話をちょっとこう掘り下げていくっていうよりは、まあその辺にして、じゃあそろそろ切ろうかみたいな雰囲気出してきて、寂しい。でも多分そのもともと決まってた今から電話しようね、例えば9時から10時電話しようねとか決まってた時間は、その電話のことにめっちゃ集中して、クジラさんにすごいエネルギーを注いでたと思うんですよ、その時は。電話してるその決まった時間中はね。だからそれってすごい素敵やと思うんですよ。その電話中は、読書したいなとか勉強したいなとか仕事したいなとか、ゴロゴロしたいなとか YouTube 見たいなとかじゃなくて、その決まったその電話しようっていう時間はクジラさんに全力を注いでるって。だから彼氏さんだからそういうタイプですよね。目標立ててスケジュール決めたらそれをしっかり守る人ってことは、電話しようねって決めた時間はクジラさんに全力を注いでるわけですよ。だからそれめっちゃいいじゃないですか。でそう思ったら、あ、この電話してる時間ってすごいかけがえないなって思えるやろし、逆に電話の時間がまあ過ぎることもねあるとは思うんですけど、過ぎたで過ぎてももうちょっと話したいなっていうのが続いちゃうと、彼氏さんとしてはせっかく時間決めて電話しようねとか、あと自分の時間もね大切やから読書したいとか、ちょっとゆっくり YouTube 見たいとかいう時間を決めても、電話することによってそれが押したりして守れへん、でそれがストレスになる。だから電話ちょっとしたないなとか、あ、また電話押したりしたら嫌やな、ちょっと今週やめとこっかなとかね。だから逆にそういう風になっちゃったりね、それはよろしくないじゃないですか。だから電話の時間とかが決まってるのであれば、そこを集中して2人で楽しんで、で時間が終わったらバイバイって言って、まあ、彼氏は読書する、私はまあ電話切って、まあ、他のことして、でまた、この日電話しようねって決めた時間2人で全力で向き合うと。もうそれでね全然いいというか、もう幸せそうやなって思いましたけどね、今の感じ聞いてると。まあ、これがクジラさんにね刺さった考え方かは分かんないですけど、その見方を変えてみるとか、自分の捉え方を変える、受け止め方を変えるっていうのは、まあ、一つの例としてはこういうことかなって思うんですよ。一個の見方だけやと、彼氏が時間になったら早く切り出そうにして寂しいなんですけど、見方を変えてあげると、その電話しようねって決めてる時間は彼氏もそこに全力を注いで予定決めてそれ守りたいタイプなんでね、もちろん電話も真剣ですよ。で時間が来たら次は読書をしたいっていう、もうそれだけっていう。だから彼氏さんの行動は全然矛盾してないし、むしろ一貫して分かりやすい。だから目標があるないとか、彼氏がストイックやとかね言うよりは、まあ彼氏さんがそういう時間決めてそれをきっちりやるタイプやっていう、それだけで、そこの考え方をなんか理解してあげられたら、もうちょっとこのモヤモヤは少なくなるかなと。あ、私のこと別に嫌いとかね、もう話したくないわとか、そういうことじゃなくて、ただ予定の時間が来たから次の予定に移りたいだけなんやと。まあそれだけかなっていうふうに僕は感じました。どうでしょう、まあまたね、クジラさんに関わらず何かお悩みとかありましたら、レターねお寄せいただければと思います。頑張ってください。では、続いてですね、鍋友ネームあーちゃん、いつも楽しく聞いています。私は他人と比較して羨ましがる癖があります。車や家を買ったり、兄弟が近くに住んでいて仲良しだったり、子供がいたり、小さなことから大きなことまで比較してうちは違うと落ち込んだりします。この比較癖をやめて、今ある幸せに向き合って前向きになりたいです。おすすめの本はありませんか。はい、レターありがとうございます。まあこれはもうね、前の放送でもご紹介したことあるんですけど、嫌われる勇気がね、もう圧倒的におすすめですね。この考え方ができるようになったら、あらゆる悩みはなくなりますからね。まあ結構ね、厳しいこと書かれてるんですけど、まあ僕はなるほどなと、まあ、結構幸せに生きるために必要な本質的なね、ことやなって思って、まあバイブルにしてます、心の中で。嫌われる勇気、まあ何年か前にベストセラーになったんで、結構表紙はね見たことあるよっていう方多いかもしれません。まあ、放送の説明欄にね本は書いときます。
まあ、要するに嫌われる勇気っていうのもなんか他人と比較したりとかじゃなくて、自分の今ある幸せに向き合いましょう。今ここにいる自分を大切にしましょうっていうねことが書かれてるような本なんですね。まあ、もしかしたらなんやこれってね、そんなわけないやろって思っちゃうかもしれないですけど、一度読んでほしいですねこの本は。まあ、結構読みやすいです。なんか対話形式でね書かれてて、なんか難しいことがいっぱい出てくるというよりはこう例え話みたいなのがたくさんあるので、読みやすい本だとは思うので、ぜひ読んでほしいですね。でそのね嫌われる勇気の中で、いろんな話が出てきて、あんまりなんか変に僕が抜粋というかやっちゃうとなんか余計内容こんがらがりそうなんで、ちょっと控えめにしたいんですけど、なんかその本の中ではトラウマとかそういうのを否定するんですよ。トラウマなんてない、つまりなんかこう過去がこうやったから現在があるとか、あるいは過去現在じゃなくてなんか今こういう状況、こういうことがあるから自分は不幸なんだっていう、その原因と結果の考え方を否定するっていうのかな。例えば辛いことなんですけど、昔いじめられたことがある、だから友達を作るのが怖い、まあ当たり前のっていうかね、仕方ないような考えね、それは辛いししゃあないねって思っちゃうんですけど、実はいじめられたから友達が怖いじゃなくて、友達ができないかもしれないのが怖い、あるいは友達に拒否されるのが怖い、だから過去いじめられた経験を持ってきて、これがあるから私には友達ができないんだって思ってる、それで自分を守ってるっていう考え方をするんですよ。傷つきたくないから。あるいは例えばこう自分は顔がイケてないと、だから女の子にね全然モテないんや、モテないのは顔がイケてないからや、イケメンに生まれてたらもっと女の子をね彼女できたりとか、もうちょっと楽しくね過ごせたのに、イケメンじゃないから、顔がイケてないから女の子にね全然相手にされないんやと思ってる人がいたとして、まあそうなんかと思っちゃいがちなんですけど、なんかイケてないから彼女ができない、女の子と話せないじゃなくて、女の子と話したくないから自分は顔がイケてないっていう原因を持ってきてるっていう考え方をするんですよ。なんかちょっと面白くないですか。顔がイケてないから女の子に相手にされませんじゃなくて、女の子に嫌われる、拒否されるのが怖い、そういう経験はしたくない、だから自分は顔がイケてない、だから相手にそもそもされないんだって納得してる、まあ逃げてるというかね、その辛い気持ちになるのから逃げてる、でその原因を顔がイケてないっていう風に捉えてるっていう。あるいはあーちゃんもねレター書いていただいてます。兄弟が近くに住んでいて仲良しだったり、でそれを見て羨ましがるって書かれてるんですけど、多分あーちゃんのご兄弟はそんなに仲良くないのかもしれないですね。多分仲良くないし遠くに住んでると。で、兄弟が近くに住んでて仲良しのご家族を見た時に、あー羨ましいなって思っちゃう。でも多分ね、その近くに住んでるから仲良しで、自分は遠くに住んでて遠方やから仲良くないっていうのは自分の中で作った原因と結果だと思うんですよ。本当は兄弟仲良くありたいと思うし、まあ兄か弟か姉か妹か分かんないですけど、話したい、話も聞いてほしい、本当は仲良く笑い合いたいし、盆とか正月には家にね集まりたい。でもそんなこと今更しちゃうと、もしかしたら拒否されるかもしれん。今更家なんか帰られへんわとか言うかもしれんし、お前のことなんか知らんわって言って突き放されるかもしれないし、自分が歩み寄った時に兄弟がどんな反応するかわからん、怖い、拒否されたら、もうその兄弟仲良くないっていう事実がもう明白になっちゃう。だから近くに住んでないしなっていう、うちらまあ遠いし、それは仲良くないのも仕方ないよねっていう、だからそこに自分を守る、原因を持ってきてるっていうのかな。近かったらもっと仲良くなれたと思うけど、うちは遠いから、まあそれはしゃあないよねっていう。車や家や子供も多分ね同じような考え方もできると思うんですよ。車があれば、家があれば、うちはもっと幸せになれるのに、ない、だからしゃあない、子供がいさえすれば、子供がね生まれてきさえすればもっと幸せになれるのに、もっと楽しいのに、でも生まれてない、だから今の生活は仕方ないし、
まあ、ほんまはねもっと幸せになれるはずだけど、まあ仕方ないよねっていうところ、ちょっとね気分を害されてしまったら本当申し訳ないんですけど、まあそういうね考え方もできるのかなって、まあそれがねこのご紹介した嫌われる勇気には書かれてます。だからまあ可能性に生きるっていうのかな、なんか今ある幸せじゃなくて、ほんまはこうやったらもっと幸せになれたのにっていう可能性の中で生きるというか、ほんまはもっと自分幸せになれた、なれるよね、今後もなれるよねっていう、それは確かに自分の理想とか、幸せを守る、こう傷つかずに済む方法なのかもしれないですけど、でもこうあれがあったら、これがあったらよかったけどっていうふうに思い続けるのってやっぱどっか不幸せはあるじゃないですか、だからこそこのお便りでもね、ご自身でも書かれている通り、今ある幸せに向き合って前向きになるの方が、まあ人生の幸せ度合いというか幸せ度って上がるかなって思うし、まあ僕も、今ある幸せ、今ここの幸せを意識していきたいなと思ってて、でそれを気づかしてくれたというか、なんかなるほどなって思わせてくれた本が嫌われる勇気だったりもするので、まあぜひねちょっと読んでいただければと思います。はい、レターねありがとうございました。では最後、不動産のねお便りサクッとご紹介したいと思います。鍋とおネーム、直美工房さん。不動産投資してる渡辺夫婦に聞きたいです。住宅総合保険って入った方がいいでしょうか。息子が賃貸マンションに入居して1年が経とうとしているのですが、入居当初は1年したら彼女と同棲するため1年で今のマンションは退去するくらいの予定だったらしく、保険に入っていないことが発覚しました。私は入って当然と思っていたのですが、友達に聞くと、うちの子は保険には入ってなかったと言います。なぜかというと、大した家財はないし、火事なんてそうそう起こらないし、気をつけて生活するべきでしょうってことだそうです。保険に入っていないなんて私はびっくりです。渡辺夫婦さんの意見が聞きたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。保険は絶対入った方がいいと思います。まあ、住宅総合保険っていう名前なのか分かんないですけど、火災保険、これ賃貸だろうが入居する人は自分の借りてる部屋に対して火災保険はかけるべきだと思うし、普通ね仲介業者さんとかにかけてくださいとか言われると思うんですよ。その仲介業者提携の火災保険にこれ入ってくださいって、まあお勧めされることもあるし、自分で契約してもいいんですけど、保険は絶対入ってくださいって言われると思うんですよね。契約書にもね保険入ることって書いてることが多いんちゃうかなと思うんですけど、だってまあ火事なんてそうそう起こらないかもしれないですけど、もし自分の不始末で起こっちゃったら、その部屋の弁償を自分でしないといけないですからね。あと火事だけじゃなくて、例えば洗濯機で水漏れ起こりましたとかで、廊下びしゃびしゃなってもう床が朽ちてね、水浸しになりましたとか、あとマンションやったら、そのそれこそだから何、洗濯機で水漏れましたとか、水浸しになって下の階に水いっちゃいましたとかで、下の階の人に迷惑かけた時のお金とかも、こういう住宅の火災保険には普通入ってるんで、そういうのも保証してくれます。まあ、だから自分の家財はどうでもいいんですよ。自分の持ち物、カバンがどうやとか、服がどうやとか、パソコンがどうやとか、そういうね自分の家財はどうでもいいし、で僕も、今借家ですけど、保険入ってます。ただ自分の家財に対する保証っていうのはもう最低限にしてます。最低というか、まあ、一番下、もうできるだけ下にして保険料は抑えて、ただ自分が火事しちゃったとか、水漏らしちゃったとか、なんか不始末でなんか家にもう大損害与えちゃったってなると、自分で保証しないといけないことになったりすると難しいんで、まあそういう時のために保険は入ってます。で保険もね、もうなんか安いやつめちゃ安いんですよ。うちもなんか自分で入ってるやつは1年でなんか2000円とか、なんかもう数千円以内ぐらいのやつ入ってるんで、そんなね高くないので、まあ火災保険とか入った方がいいんじゃないですかね。大家さんももちろん部屋にかけてると思うんですけど、入居する人も普通は入ると思います。まあでも大家さんか仲介業者さんが絶対入ってねって言って、入ったら入った証見してねみたいなことになると思うんですけどね、どうなんでしょう。まあ多分ね保険は入った方がいいっていうのは、まあ考え方それぞれですけど、僕はそう思いますかね。
で僕が誰かに部屋貸したり家貸したりするときもその人には絶対保険入ってねって言います。やっぱ怖いんでね、何かあったときにトラブルになるじゃないですか。あの火事になって家燃えてうちそんな払いませんよとか言って入居者さんにごねられても怖いじゃないですか。だから絶対保険入ってねっていうのは条件にします。はい、お便りありがとうございます。では最後宅建の話ですね。鍋友ネームサスケさんメンバーですということでありがとうございます。関西出身で地方国立医学部検査中退したものです。今名古屋で派遣で事務職していて何か資格を取ろうかと考えています。去年タックに通って宅建受けたのですが仕事しながら勉強して21点でした。今年も頑張ろうかと思うのですがタックの要点整理テキストはポイントを抑えたつもりなんですがやはり重要なのは過去問と予想問題回すことでしょうか。やはり法律系の基礎知識とかがなかったら厳しいでしょうか。渡辺夫婦さんも配信との両立大変だったと思いますが何かアプリなど使いましたか。法律のいい勉強法あったら教えていただきたいですということで、宅地建物取引士宅建のね、ご質問いただきました。僕ら夫婦はですね2年前かに、宅建受かりました。で勉強を始めたのが7月で試験があったのが9月なんで、まあ、2ヶ月ぐらいかな2ヶ月ぐらいみっちり勉強して2人とも、まあ、一発で受かりました。まあ、結構ね仕事しながらといっても僕ら在宅でフリーランスなんで割と勉強時間その期間はね最低1日何時間とかね勉強してた時期もありましたので、まあ結構勉強はまずベースとしてね勉強時間は確保してやらなあかんっていうのはもうこれはしゃあないです。僕らも勉強時間結構割いたんで、まあ宅建はそれぐらい勉強しないとなかなか難しい試験ですね。で逆に言うと勉強したら受かるので、まあほんま勉強時間どう捻出するかが勝負ですね。うん、だからぜひ頑張ってほしいんですけど、去年タックに通ってて、これタックに通ってってことはなんか通信教育とかなんかリアルの学校というか、うん、講座受けられてたってことなんかな。で僕らもっていうかまあ特に僕なんですけど、あの通信講座はね受けてました。これあのスターティングっていう、ところの何宅建の講座なんですけど、なんか数あるねオンラインのスクールの中でも、まあ、一番と言ってもいいぐらい安くてお手頃だったんですよ。で、動画教材がついてて、しかも問題集もついててっていう感じで、結構なんていうかな、ね、至れり尽くせりの講座で、しかも安いっていう。だこれねスタディングは結構おすすめです。僕は特にねなんかビデオ講座が結構わかりやすくて、なんかこうわかりやすく説明してくれる講師がもう延々といろんな、まああるじゃないですか、用途地域が何やらとか、この建築の基準法がどうとか、だからその辺の難しい法律系のことも割と分かりやすくまとめて、ビデオで解説してくれるんで、ビデオ何回も見たし、で問題集も何回もそのスタディングでね、繰り返しやったし、まあ、僕はほんまスタディング1本で受かったって感じかな。もうそれをひたすら繰り返すっていう、だから時間をしっかり確保するっていうのと、あとまあスタディングみたいなこの動画教材とかできっちり、理解内容を理解する、丸暗記じゃなくて、なんでこの用途地域はこれなんかとか、こういう時はなんでこういう法律があるのかっていう、このなんでかっていう仕組みを、まあ、軽く理解するとやっぱ覚えやすいんで、そういうビデオ教材使ってそういう丸暗記じゃない仕組みも、理解する。であとはもう過去問をひたすらやる。過去問はもうひたすらやりました。まあ、これはねほんま宅建に関わらずどんな資格試験でも一緒だと思います。勉強してで丸暗記だけじゃなくてしっかり内容も抑えつつ、過去問を回して自分の不得意な部分は集中的にやっていくっていう。であとはもう勉強時間、もうこれはしゃあないです。勉強時間ね仕事との両立大変だと思うんですけど、もう勉強時間確保して勉強した人が受かる試験なんで、まあ、ぜひね頑張ってください。他にもね資格試験、控えられてる方もたくさんいらっしゃると思います。この前は看護師の、国家資格の試験が控えてますという方からもメッセージいただきました。もう皆さんね頑張ってください。まあ、風邪とねあとまあコロナとあの体調だけは気をつけて、勉強しっかり励んで、自分のね力をしっかり本番出していただければと思います。あの今回ご紹介したねスタディングっていうところは、まあ、宅建以外にもねいろんな講座入ってます。
一応あの説明欄にリンク貼ってるので、まあ、どんなもんか見てみてください。結構ねおすすめのというか、まあ、僕らはそれで他県合格したんでね、まあ、おすすめかなって思います。はい、では今回もね最後までお聞きくださりありがとうございました。感想などコメントもお待ちしてます。レターもねどうぞお気軽にお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。